キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はパ・リーグ再開の日本です。はい、はい、ビッグボスがね、うん、辞めて、はい、新庄監督に1年目ということで、はい、あの演出はね、はい、辞めないって知ってただけに、はい、でもなんかそうだろうなと思いましたけど、うん、あれなんでテレビの中継見てたら顔映さないようにしてましたよね。なんか歯が腫れてて、こう顔がめっちゃ腫れてたから映さなかったらしい、うん、あ、そうなんですか。ビジュアル的に、はい、あれ見ながらこれもしかしたらモノマネ芸人さんとかが一緒に見てたもんね。あ、そうだそうだ、出てるんじゃないかとか、ああ、そうそう、ね、言いつつ、うん、一緒に見てたって言っても袴田さんの家で一緒に見てたわけじゃないですよプロ野球ニュースの現場で、ね、ああ、そうそうそう、一緒だったっていうことですよね。ああ、はい、だから日本ハムね、うん、まあ、今年チーム防御率が 3.46 と、はい、ね、ワースト2位、うん、ね、でチーム打率は2割3分4厘と4位、うん、でホームランが100本で4位か、うん、だからまあ最下位のってなった時によ、うん、でもまあ発展途上中じゃんね、はい、チームとしては、ね、ビッグボスも言ってましたもんね、うん、今年は育成で来年は日本一になるって言ってましたよね、うん、そうそうそう、だからね、やっとちゃんとした評論できるから嬉しいわ。はい、そうですね、うん、勝とうと思ってないと評論できないって言ってましたもんね。そう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 、うん、ってなった時に、はい、まあ、去年も言ったんだけど、うん、もう一番いいやつ取って取ればいいんじゃない。そうですね、ポジション関係なく、うん、だからまあいわばよ、はい、先発は、うん、まあ噂は、うん、加藤、はい、で伊藤大海、でも伊藤大海守護神コンバート説もあるんだよね。なんか最後の方後ろで、そうそう、一番最後ね、はい、であとあのポンセ、うん、でガンとか、はい、投げなかったけど、でもね、契約するかもしれないっていうところで、はい、まあ、ここが揃えば、うん、まあ、頭数は層は厚くないけど、うん、まあ、そこそこ先発の頭数はいるよね、はい、うん、でやっぱりちょっとリリーフがね、はい、不安要素がね、うん、俺の中ではあるのよ。はい、ハムはリリーフの防御率も 3.83 でワースト1位なの、はい、パ・リーグで、うん、やっぱりリリーフの整備はちょっとしなきゃいけないね、はい、だから多分あの守護神も北山君行ったりとか石川行ったりとか、はい、あとは最後ね伊藤大海もするかもしれないみたいなところで、うん、だからリリーフのちょっと再整備はチーム的にはしなきゃいけないかなって思うけども、はい、先発はまあそこそこいると思うの、うん、であとはあのドラフト通信簿で読むって言ったように川野、舘野とか、あと鈴木ね、はい、アンダースロー最後良かったからね、うん、はい、っていうところはもうちょっと出てこなきゃいけないかなっていうところはあるけども、まあ、全体的にピッチャーはまあリリーフだね、はい、で野手はだからまあキャッチャー、俺毎年言ってんだけどキャッチャー絶対取った方がいいと思うのよ、うん、やっぱこれっていうのがはまらないっていうところでね、はい、うん、でまあファーストはまあ清宮なんでしょ、はい、でセカンドまあ流動的だね、うん、でショート上川端でしょ、はい、でサード野村行きたいんでしょ、うん、で外野近藤がもし FA 出たらちょっと重大だね。そうですね。でまあ松本とか、はい、だと今川万奈美とか、うん、浅間とか、うん、でまあ八千もいるしね、はい、あのというところでだからまあ全体的に成長してくれなきゃいけないっていうところと、うん、あと外国人補強をどうするのかっていうところもあるけども、なんかここがピース埋めたいっていうところがないのよ。じゃあ1位は誰いきますか。1位はもう一番いいやつ。一番いいやつ誰ですかって言ってまあ、はい、うん、俺はあの日体の矢沢君1位で、まあ、二刀流、はい、大谷、うん、上原みたいなね、はい、いるから、うんうん、まあ新庄さんだったらうまく使いこなせるんちゃうかっていうところで、はい、矢沢君を、うん、で左でしょ、うん、でまあ、先発もできれば、はい、あ、矢沢君じゃないですか。だから俺は1位はもう矢沢君でいいんちゃうかって、うん、はい、俺は個人で去年立つ行ってるわけじゃん、はい、高校生ね、うんうん、でからで、まあ、吉田高生も行ってるわけじゃん、はい、だからそこら辺育てなきゃいけないよね、うん、高校生を、はい、やっぱりビッグボスも2年連続最下位を避けたいよね、うん、そうなったらやっぱすぐにやっぱ結果を出る人材が欲しいっていうところと、はい、野手はあんだけ使ったのにそれ全部やめて新人いきなりってなかなか難しいじゃん、はい、どっちかっていうと野手よりピッチャーの方が新人はすぐに活躍しやすいっていうのもあって、はい、でそこでまあ大学生以降の方が活躍する確率は高いよね。高校生はなかなか難しいから、だからまあ矢沢君、はい、二刀流、うん、日本ハム、はい、おすすめだね。二刀流の系譜を継いでいいんじゃないですか、うん、あとはキャッチャーも絶対取った方がいい、はい、であとはキャッチャー、うん、まあでも二遊間もずっと取ってるからね。うん、だから石井とかもだから二遊間もだから外野はいらんやろ。
うん、まあ、近藤が FA で出るかどうかもよるけどね。そうですね。だからまあ取るとしても二遊間か、二遊間がキャラかぶり多くて、はい、中島とか上川畑、うんうん、水野とかもそうだし、はい、石井とかもなんか何か一緒の感じだから、うん、で基本右投げ左打ちじゃん、はい、だから右打ちの二遊間をまあね、渡辺がちょっとね、うん、いきなりドーってなったからあれだけども、はい、右打ちの二遊間を取ってもいいかなっていうところと、うん、だから矢沢山田とかね、あ立教の、はい、もうありかありかなっていうね、うん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 、ところはあるね、うんはい、しかもウェバーもしパリーグの方が良かったら2巡目のウェバー一番最初取れるから、ね、あそっか、だから矢沢山田で下位にキャッチャー、うん、はい、どうでしょう、キャッチャーかー、どうでしょう先生、先生どうですか。素晴らしいと思いますそうなの、はい、もうなるほど、その通りだと思いますね。そうなの、はい、まあ、そこ欲しいよね。あとは、うん、そのやっぱ地元枠があるから、はい、この東海大札幌高校の門別くんとか、あピッチャーの、うん、苫小牧中央高校の斉藤くんとか、はい、クラーク国際の辻田くん、うん、あと知南高校の坂本くんとか、うん、あるかもわかんないね、地元枠でね。そうですね、うん、高校生で、ね、門別くんすごいいいんだよね。めちゃくちゃいいっす。そうなの、めちゃくちゃいいっす、うん、多分ね、東海大のジャイアンツが行くんじゃないかな。あでも1位2位では消えないですよ。1位2位は消えないですね、うん、でも僕1位おすすめなんですよ。おんの、はい、言っちゃっていいっすこのチャンネルで。このチャンネルで言わないでどこで言うのいや、出すとこあんのかよ。なかったっす誰これ、もう第2の伊藤博美を見つけてきました。そうなん、はい、すごいじゃん。これは大阪経済大学の佐伯くんって言っちゃうんです。大阪経済大学、はい、その佐伯くんはドクター K って言われてて、うん、へぇ、そう、医者なの。どこだけ医者、医者で、医者なの。いや闇の、どこだけでしょ。いや闇の医者じゃないの、コロナとか。いやいや、スーパードクターでしょ。スーパードクター、三振ドクター。そうなので、高校がなんと北海道出身、うん、北海道栄高校、うん、はい、でマックスが150キロ超えてて、うん、なんとグローブに就活中って言ってピッチャーしてますよ。じゃあもう、あの現代野球の、はい、もうあれだね、名前忘れちゃったあの漫画なんやったっけ、あのグラゼニだね。1回投げることに12球団のスカウトが集まる。1位です。1位な、じゃああるかも、あるかも。矢沢君外したのに、ああ。これ密かに絶対狙ったらあるんです。じゃあ2位あるんちゃう。絶対いいと思います、うん、で中継ぎもいけて抑えでもいける、うん、そうなん、はい、じゃあいるね。ぴったりじゃないですか。ほんのパワーピッチャーなんで、うん、伊藤博美にそっくりなんですよ、うん、これ本当にね、伊藤博美パワーピッチャーちゃうで。それでグイグイいくじゃないですか、あの気持ちだったんです。あれが好きなんです。じゃあおるで、1位2位、はい、競合するで、まあ、ただ阪神も狙ってるけどね。そうなの、へー、でも阪神浅野くん1位いくって言ってるからね。あ、でも外れ1位あるな、はい、あー、あー面白いですね、うん、でも北海道出身っていうか、ここがね、北海道っていうのがいいですね。いいね。地元は大阪なんですけども、うん、高校並みで北海道って言ってるんですよ。へー、ゆかりの地で、はい、うん、いいの袴田枠あんの。ちょっとなんかあれですね、キャッチャーは、キャッチャーキャッチャーの袴田枠はいないんですよ。いないの。そうなんですよね。キャッチャーは片野くんとかね、一船、うん、あとおすすめあるよ、甲斐ね、日本甲斐から、はい、富田亮也投手、はい、鳴門高校、うん、徳島、おー、唯一選抜で大阪桐蔭を苦しめた、はい、はい、左ピッチャー、うん、で、まあ、川野龍生もいるしね、はい、あの鳴門高校先輩の、うん、で左だから、まあ、上位じゃなくてもいいから、うん、5位とか6位とかで面白いと思うよ、左ピッチャー。じゃあ外三枠、うん、日本ハムにおすすめ、はい、富田くん、うん、あとはやっぱキャッチャーね。キャッチャーはどうですか、大卒とかの方がいいわけですか。いや、高卒、高卒、あ、高卒でもう育てて、うーん、裏学でも多分、ま、彼らくんの、うん、左バッター、おう、パワーあって、おすすめだね、俺は。でも本当日本はもうだからね、もう1位2位はピッチャーよ、うん、か二遊間取れたら二遊間、はい、うん、でキャッチャー1人は絶対取った方がいい。うーん、だから3位までに3人、2人ピッチャー1人内野手、はい、金田君内野手ですよ。あ、内野手か、うん、本当だ、キャッチャーじゃなかった、はい、金田君内野手だった、キャッチャーじゃなかった、うん、あ、でもどこ守ってんの。ショート。あ、じゃあ金田君いいじゃん、ショートだから、はい、でもまた右投げ左打ちか、多いんですよ私右投げ右打ちとか欲しいな。履正社の三つ広、守備うまいじゃんな。
めっちゃな右投げです。で打つのがどこまでできるかだな。うん、でも基本的に3位までにピッチャー2人と二遊間1人がいてもいいかなっていうのと、はい、キャッチャーそれかキャッチャーそこに入れて3位ぐらいまで、はい、だからそこは絶対欲しいかなっていうね、うんうんうん、あとはまあねいる選手たちでどうにかしなきゃいけないよね、はい、今年やったんだからね、うんうん、そうですね、うん、でも先生のそのおすすめの方もね楽しみですね、うん、いいね、うん、1位もあるよね、1位あると思いますよ、しかも北海道だしね、絶対ハムはマークしてるはずだから、はい、これはもう当たるな、強豪なので阪神と取り合いだ、流通経済大の佐伯くん、大沢経済だから俺は経済大の矢沢くん、山田くん、はい、で、先生が佐伯くんね、佐伯くん、うん、で俺はもうキャッチャー回で取れたら、まあ、大阪桐蔭の松尾君とかね、うん、取れたらね、うん、取った方がいいかなっていうところもあるし、ね、松尾君どのぐらいなんだろうな、いやそんな上位じゃないと思うけどな俺は、ですか予想はね、じゃあ、ま、もし余ってたら行くかもしれないですね、うんうん、ね松尾君ね、まあ、もしくはこの白鵬大の曽谷、うん、これを1位にピッチャーの、うん、左ピッチャーそう、うん、っていうのを俺は日本ハムにお勧めしたいな、っていう、ね、うん、あとはもうあの回でもいいから飛びた、はい、鳴門高校、菅野投手の後輩ということで、ね、そう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 、うん、ということでね、はい、日本ハムの皆さんはねどんなドラフト戦略ですか、うん